まずは今大会女子スピードランを制した泉ひかり。さあランニングからのビッグジャンプですね。いいですね、はい、からのフルツイスト、いいと思います。非常にスムーズですね、はい、ハードを使っていきました。はい、やはり速度感が非常に速くて見てて気持ちいいランですよね、はい、さすがスピードの選手というところで、さあデビルサイドフリップ、縦のポールを使って、はい、あえて低いところでやる、そのいった難しさがありますね。さあ壁を蹴って持ち返して、また蹴った、すんげえな、フィニッシュちょっと見せましたね。いやまとまってて、もういい、今大会はすでにスピードランを制しました、はい、そして迎えてこのフリースタイル、はい、改めてどうでしたか。そうですね、自分のやっぱりスタイル的にはこうひねりをたくさんとかではなくて、やっぱスピードラン的な動きが好きなので、こう走り抜ける、軽く走り抜けるような動きをしたいなと思っていて、なんかレールのセクションとかでも今まで見なかったような動きとか、実際あの大会とかでやったことない動きとかをやってみて、うまくつなげたので良かったなと思います。それはもう昨日会場に来てどんどん思いついたっていうところだったんですか。そうですね、本当にあの最近ちょっと遠征先で面白そうな動きだなって練習した動きを今日ここでやってみたら、できそうかもしれないと思って、あのまさか大会で使えると思ってなかったので、このセットじゃないと多分使えなかったので、すごいできてよかったなと思ってます。これスピードランを制した泉ひかり選手、フリースタイル得点が出ました。得点こちらです。おー、 77.5、 暫定トップに立ちました。すごい点数出ましたね。このすごい数が出ました。めちゃくちゃ高いですね。高いですね。特にジャッジリーダーの気持ち。それでは最終走者岸上葉月の得点こちらです。74.5。この結果、女子フリースタイル優勝は泉ひかり。アルクール速報ビデオパン横須賀2023女子スピードラン、そしてフリースタイル2冠達成です。すごい、おめでとうございます。ただ岸上選手も堂々と、そうですね、まさかあの2冠取れると思ってなくて、すごい自分の中でびっくりします。全然順位とかは考えてなくて、スピードランもフリースタイルもそうなんですけど、ただ今回その結構普段のワールドカップだったり世界大会と比べてすごい自由なジャッジだったので、自分のやりたいスタイルで自分のベストを尽くせるようにって考えて動いてました。そうですね、やっぱりその今まで自分がやってきたパルクールが評価されてっていうのはすごい嬉しいなと思います。自分がパルクール始めた時はその女性の人口が本当に少なかったのが、今やこうやって大会開いた時にフリースタイルは10何人っていう、10人以上の子たちが参加してて、なんかどん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 そのパルクールが広がってるなって実感もしながら、そのパルクールの今は大会の面がすごい盛り上がってると思うんですけど、やっぱ大会だったり順位だけにとらわれずに、もっと自由にパルクールを楽しんでくれる子が増えたらいいなと思ってます。今年もうすぐ28歳になるんですけど、まだまだあの若い子たちはたくさん出てきてるんですけど、自分ができる限り自分のスタイルを突き詰めて頑張っていきたいなと思ってます。